笠野のレアル戦、現地紙が絶賛の嵐。スペイン大手紙、アス派、デビュー戦で奮闘した29歳に対して以下のような評価をしている。ハーフタイム直前にはゴールを決める可能性もあったことで、彼は同点弾を奪ったムリチと共にこの試合の主役の一人だった。スペイン紙、スポルト派、熱狂を起こす選手の候補かと今季のブレイク候補に指名した。ラリーガエクストラも、レアルマドリードの守備陣に多くの問題を引き起こしているとその働きぶりを高く評価した。カウンター、速攻のマジョルカサッカーと合ってたし結構活躍しそう。マジョルカ規模のチームで強敵相手だと浅野派がっつりハマるんだよな。あのスピードスタミナ守備意識派相当厄介よ。超格上相手だと浅野とか前田とかみたいなのいると後ろの負担が減るんだな。浅野の相手してた選手全員後半バテてたな。わら。さすが元アーセナル。元モナコのエムバペより元アーセナルの浅野の方が目立ってる。浅野の本気派バルサ戦やろ。こんなの見せられたらフリックがノイローゼになってしまう。